これからお見せするのはうちの研究所の国家機密の被験体です、はあ、超極秘の実験だったんですけど、いやまさか受付で合言葉を言われるとは。いやもうちょっと合言葉複雑にした方がいいと思いますよ。くれぐれもこれから見る光景は過言しないように。興味ない、トイレ行きたいんですけど。早速除菌していきます、そのスーツみたいなのもらってないんですけど。すいません忘れました。じゃあ息止めといてください。すごい無茶なこと言ってない。こっちが被験体です。空気をきれいに保っておかないと。いや無理でしょ。そしたら早くこの地下生物が爆発します。本当になんてことしてくれたんだ。いや俺のせいなんですか。備えて。何なんすか被験体って。通称リア充です。リア充。普段リア充はヒリアーと呼ばれる者たちから爆破されることはあると思うんですけど。いや物理的に爆発はしないと思うんですけど。彼らは自ら爆発するタイプの珍しいリア充です。ちょっとよくわかんないですね。被験体 A、ジロー。被験体 B、麦わら帽子でんでん丸よしこ。女性の方の名前の癖強すぎ。そこの様子見に行っていいですか。いやもう無駄だと思いますよ。リア充の爆発で世界滅んだんですか。どうしよう。とりあえずトイレしていいですか。亡くなった世界で初めて放尿する人類になりますね。冷静に解説しないでください。